こんにちは。こんにちは。こんにちは、皆さん。わあ、お星ありがとう。あ、こんばんは、こんばんは。もうこんばんはか。こんばんは。あ、こんばんこ、わかりますよ。こんばんは。じゃあみんなすごいのか、個性的なこんばんは言ってくれる。ヤッホー、イエーイ。あ、サラちゃんです。みやさらちゃん、こんばんは。初見ありがとうございます。こんばんは。あ、来たよ、ありがとう。こんばんは。お、よかった。あ、こんばんは。あ、サラです。こんにちは。いい？ありがとう。かわいい？やった。こんにちは。こんにちは。おもろい。あ、ありがとう。こんばんは。だってありがとう。こんにちは。わんわん似合う。ありがとう。似合う。やっと似合って。ありがとう。そう、じゃあね、こんばんは。そういうことか。続くのか。こんばんは。笑顔が最高。本当？やった。この後長、そうだよね。長岡花火だ。見ようね、みんなで。今日は何を？あのね、今日は。久しぶり。今日はね、これについて話すんだ。
くはね、秘密だよ。見せたら。嘘。逆？こっちの方がいいの。こう？合ってます？字が逆？これについて話すよ。これ逆？こっち、こう？はい。サラは、待って。あ、待って、逆だ。悲しい、下がってるで。あれ、無音で聞くんだ。頑張ってね。あ、聞こえないか、それも。そう、サラはこの2つをやった。こんばんは。これをやっていました。テニスか。過去テニスについて。テニスはなんと小1から中2までやってましたよ。あ、ありがとう、だるま。テニスは小1から中2までやってました。そうなんですよ。はい。あ、やった。ツインテールかわいい。そう、そうなの、そうなの、そうなんだよ。そう。あ、イエーイ、ありがとう。腕相撲？そう、どっちもね。多分強くなったんだよ。ゆうはちゃん、ありがとう、来たって。どっちも握力使うんだよ、すごい。だからだと思うんだ。テニスは小1から中2まで。そう、ソフトテニス。あ、ナナのおじさん、こんばんは。逆？こっちか。ありがとう。うん、じゃあテニスは小1から中2までやってて、投げキス。 OK。 アイス買ってあげたい。本当？買ってほしい。熱い。小1から、そう、やってたんだわ、大工も。小1から中2までやってて、ちょっと細かく話すとあれなんだけど、全国大会に行ったのは、フォアハンドがうまく打てません。あ、バックハンドかな。待って。待って、じゃあサラがね、かぶってた帽子を教えてあげる。待ってね。帽子持ってくる。
子は白い帽子はかぶってなかった。そう、今帽子を持ってきたんだ。こういう帽子、こういう帽子をかぶってた。これは違うな、こっちの方が先か。これは小4に全国大会の場所で買いました。ここにオールジャパンって書いてある。みんなもネットとかで売ってるからかぶっていや全然おしゃれじゃないと思ってる私は。あと小さい帽子え、全国大会出たよ。 ありがとう。ミューユル見てもらった。なんかこれは、この帽子はネットとかで売ってるけど、私は全国大会の時に買いました。そう、小さい帽子もあるとか出たよ。これはストラップついてるからね。そう、これね、そこら辺で売ってるんだよ。あ、どうもどうも、やまりこ、間違えた、やまこそう、これはこれとこれが全国大会に出た時に買った帽子。まだもう一個ある、もう一個ある、来た、もう一個ある、いや、ないわ、これしかないと思う。で、これは、でも帽子は結構持ってる。帽子は5、6個持ってる気がする、テニスのやつなら。あら、あら、地区予選敗退か。頑張ってね。ジャパンのもみ、こんなのね、ネットで売ってるよ。こんにちは、ヤマコですよ。あ、申し訳ない、ヤマリコって言っちゃった。そう、これは全国大会の時に買った帽子と、全国大会の時に買った帽子、こっちの方が先に買った。そう、これは4年生の時に買って、これは5年生の時に買った。そう、どっちもいい感じ。みんなも真似していいよ。と皆さんがサラのこと面白いって嬉しい。そう、みんなもかぶってね。これね、ソフトテニス帽子みたいな感じで調べるとね、出てくるよ。かぶってねそう、これはテニスの帽子でした。英語わからない、ください、ダメですよ。サラの大切な帽子だから、おそろにしましょう。じゃあこれ、あ、わかった。じゃあ握手会の時に、あ、フォローありがとうございます、か、持っていく。かぶってくれてる人がいたらおそろにする。あ、でもね、いっぱい持ってるんだ帽子。後でマット見せるね。そう、って、はい、どうぞりゅうさん買ってください。そう、え、でもまだ持ってるからね。多分これ、こんなの1000円ぐらいで買える。ユネックスだよ。帽子をすぬらららら、ちょっとごめんね、漢字が読めない。保険です、かわいい、ありがとう、成長あとソフトテニスに関することはね、あんまりないんだよな。
帽子絶対かぶん、え、あ、でもかぶってない人もいるけど、頭はげちゃうし、頭が異常に熱くなるんですよ。あとこうやってかぶってないとここし、こうね、入るじゃないですか。太陽が眩しいじゃないですか。あと帽子かぶってた方がかっこよく見えるじゃないですか。わかんないけど、私はずっとかぶってました、この帽子。愛用しやすいか、そうだよ、これでね、みんなとおそろっちにして、そう、色違いとかでもいいじゃんね。いいんだよ、黒でもいいんだよ、青でもいいんだよみんなでおそろ、サーブの時に眩しい、そう、太陽がさ、こうやってヒンってくるかもしれないじゃない。そう、来るんだよ。だからそのこうやって来た時に太陽が当たるから、ここら辺にボワン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 ってしてるんですよ。それが大変でミスったりしてました。さらちゃんこんばんは。こんばんは。帽子おそろっちいいね。そうだよね、いいよね。ほらほら、みんなでおそろっち。じゃあさ、8月10日とかのさ、握手会の時にさ、みんなでさ、おそろっちにしようよ。そう、だから帽子かぶるの。青が好き？じゃあ青かぶってきてよ。かわいいよね。でも男の子ピンクかぶらないよね、あんまり。いいね、ありがとう。脱水症状に気をつけてね。ひょっこりはん、長岡、かわいかった、ありがとう。そう、だからで、暑いからびっくりしちゃう。暑すぎるから帽子かぶるそう、大変だよね、帽子かぶらないとね。ちゃんとかぶれよ、何する場合は。かぶんないとね、頭はげちゃうよ。はげるのはね、勘弁してっていう人はね、ちゃんとかぶんないと思うよ。今塗ってるから、大阪の、大阪握手会から会ってないから。タラモさん、水いいよ。頭も見たい。そうだね、頭はね、こことかハゲたら大変じゃない。キャー、もう手入れの人はどうせかぶろう、とりあえずかぶります。かぶってください。頭皮も日焼け、そう、日焼けっていうか、日焼けっていうかさ、暑くなるじゃん。そう、暑くなるから、し、必須。剥げるのは困る。そうだよね、だからかぶろうかぶろうぜっていう呼びかけ運動だと思ってね、みんなかぶってね。あとテニスグッズなんかなかったっけ。今紹介したのはこれと、かわいい、やった、サラちゃん、かわいい、やった。もう手遅れ。じゃあね、今からでも頑張ろうよ。頑張って絵の具で塗るとか。はい。
近は何してますか？何もしてないかな。テニスを打ってる。こうやって打ってるの。初見です。ありがとう。初見は嬉しい。なんて点ついた。サラちゃん、ん？絵の具は絵の具はあかんな。やばいやばい。サラちゃん身長高いの160だよ。サラちゃん天然天然じゃない天然じゃない。賢い。おサラ？頑張る。髪の毛頑張れ頑張れ。アルドレインキラさんの髪の毛頑張って。つぐちゃんと仲いい。つぐみさんは仲いいっていうか優しいです。超優しい。めっちゃ優しい。指につく、そう。こうやったらさ、こうやったら指につくんだ。三重心住んでます。おお、近いかな、わからないけど。今来たけど声が波打ってる。波打ってる？多分今声が枯れてるんだよね。オーディション配信した時顔出し、いや全然してない。オーディション配信はしてない。ああ、よく読めました。カタカナだな。っていうか誕生日ぶりのありがとう。ありがとうね。真剣に髪の毛を応援するサラちゃんが可愛すぎる。いやだってさ、ね、髪の毛大事だよ。サラちゃんこんばんは。こんばんは。見てサラの帽子集。トゥトゥン。トゥトゥン。つぐみさん年下できて嬉しそう。そうなんですか。じゃあこちらも全然嬉しい。嬉しすぎて、まあ、まだ話題が出てるんだよ。よしよし。みおす、あ、おす、おす、ブリチャンリン、お、なんだっけ、オス。9月2日誕生日だからお披露目イベント行くね。やった。来てね。何書いてるの？あのね、これをね、頑張ってね、こうやってね、塗ってたの。最近何してる？最近特に何もしてない。うちだって何もないね。そう、何もないの。でも食べ物は意外といい。こんばんは。こんばんは。やってるのか。そう、もうちょっとで終わる。あと10秒で終わる。あ、間違えた。間違えてさ、ここ塗っちゃった。隙間なのに。はーちゃん今日も可愛い。あんた嬉しい。
長くの口かい夜行バスで夜行ん夜夜行や夜行かな夜行バスまでの時間長くて一人だからお気しら。うお何歌ってたんだろう。何歌ってたの。何がどうした。ごめんなんかごめんどうしたんだ。ハートありがとうございます。ちなみに NGT48 お披露目イベントから行かせていただいております。あ、ありがとうございます。おう、うまい、ありがとう。クレープかなこれ。クレープありがとう。はじめまして、はじめまして。10、11、12の幕張の握手会出るのかな。出るよ、よろしくね。来てくれると嬉しいよ。おう、来てたんだ、かわいい、やった。これは間違えたんだ。ここ隙間あるのに間違えた。見て。あ、おさらちゃんありがとう。おさら10日の握手会からありがとうございます。いえいえね。喉やべ。ネクこれでね、みんなでおそろにしようよ。ちょっとオールジャパンって書いとけよ。でも、この帽子もあるから。こうやってね、私が持ってる色はピンクと、なんか緑と、なんか薄ピンクのオールジャパンのユニックスと、青の白の青のやつ。ピンク。よし、オッケー。ネクサ苦手。そう、あるんだよ。すごいでしょ。ハートありがとう。ネクサの帽子いいな。買おうかな。そう、買ってよ。ほら。目立たないよ、頭。一緒にさ、お空で。そう、いっぱいあるの。まだあるよ。初おサラダぜ。お、師匠には内緒です。ちょっと内緒ですね。コネックスの MC、CM を誘うぞ。あ、やめよう。こんばんは、デニスショーザ。デニスショーザ。12日の握手、おしましで行こう。おしましでサラちゃんに行こうかな。来てー。そんなにあったのか。いっぱいあったの。ピンク似合う。じゃあピンク持ってこうかな。ハゲ隠しにも最適。そうだよ、みんな。うん、本当にみんなでさ、だってさ、これかぶってたらさ、誰かわかるじゃん。いいよね。日本で一番ネクスが似合う。ありがとう。じゃあそろそろ、どうしよう。みんなでさ、ね、ネックスグッズ揃えよう。もうないんだよね、ネックスグッズがさ。他にさ、見て、来たね、テニスのストラップ。そう、よろしく。名前名乗ってありがとう。わかるね、ありがとう。お主さんいならぬ、お塩ネックス。藤手柄の帽子ないかな。そうだね、サラもね、探してたんだ。赤白ってないよね。でも、あるかな。ネックスはないかもしれないけど、他のならあるか。ツインテールかわいい。ほんと読めないよ。ツインテール。僕、俺もテニス部だったけど、ネックス使ってた。だよね、だって。テニスとかさ、バドミントンじゃなくて、ラケット系で全部ユネックスだよね。ねえ、でもさ、近いからさ、ね、あ、ピンク白とかどう？え、みんなでかぶろう。ユネックスかぶってたらさ、すぐ見つけられるよ。見つけたい。みんなでさ、8月10日、11、12日のさ、時にかぶってきてよ。ないんだよ。
公式はネックスかミズノだったな。マイナーのところでは川崎。川崎って何？わかんの？あとミズノはわかる。服装わかりやすいからすぐ、あ、そうなん？どんな服装してんの？わかりやすい服装って何着てんの？ネックスの帽子売り切れになっちゃう。いいよ、売り切れさせようよ。ネックス的にもいいじゃん。儲かる儲かる。ピンク白に決めた。やった。みんなは何色にする？川崎20年前に亡くなったかも。そうなんだ。ちょっと調べてみるね。そら調べる。じゃあ待って、じゃあメモする。待って待って、メモするね。間違えた。よし、じゃあロースさん、ピンク白。だ、おう、いってらっしゃいゼビオ。シャアと同じのがあるといいね。でもこれとかこれとかは絶対売ってると思う。種類があると。宣伝上手ほんとかわいや。え、でもサラはみんなでヨネックスをねかぶりたいよね。とりあえず1期生のお披露目イベントの時から首に下げて。腰を首から下げてるの？どういうこと？ヨネックス推しじゃなくてあれだよね。そう、何でもしてあげたいわ。メロンちょうだい。うそ。先輩のガット張りをされてたこと。ガット張りされてたの？ガット張りってどうやってやるの？ガット張りってどうやって、いいってのわかんねえ。これサラちゃんはヨネックス軍団とかやるんだ。みんなでヨネックス軍団にしようよ。みんなヨネックス、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 ヨネックスって。欲しい欲しい欲しい。スイスイが入室しました。どうぞ入室してください。スイスイ、あ、間違えた、また読んじゃった。またね、あ、またね。見つけるね。買ってきます。幸運を祈る。頑張ってね。こんばんは、こんばんは。そうそう、ヨネックス買いに行きましょう。そうだね、みんなでね。さあ、じゃあさ、近い時5個持ち歩こうかな。で、ブラブラ。そう、いいよね。いつかヨネックスのポスターに小宮山さらが出る日を願って。そうだね。ヨネックス、衣装にヨネックスのロゴが入る時代が来る。来るかもしれないの。スイスイが退出しましたぽい。なんで一緒にヨネックス。でもね、帽子だけじゃなくてもさ、ヨネックス猿絶対いっぱい持ってるんだよ。見て、シンチャロスさん、ピンク白。スポンサーお待ちしております。あれなんだよ、あれいっぱいね、ヨネックスの T シャツ持ってるんだ。ヨネックスのポロシャツ25年目。あ、いいね、入るか。嘘だよ、入るよね。じゃあさ、握手会の時にさ、ヨネックスのやつさ身につけてたらさ。ちゃんと買ってきてね。嘘嘘、いいよ。関係者が見てることが多いのに。ああ、見てるかな。あ、まだおります。ありがとう、ハートありがとう。そうだよ、ヨネックスさ、サラが何持ってるヨネックス。実はね、サラ
グッズじゃないや、ものはね。なんだ、靴か。あ、ハートありがとう。まだありアピール大事、本当嬉しい。あと靴、白の帽子で握手連行くか。やったてか私だけなの、ピンクと白。え、誰かピンク白いない？カーボネックスってわかる？わかんない。白の歯半ズボンでお皿の、あ、やった、いただきました。わかりますか？うん、わかるよ。ねすけさんが来た、ねすけさんが来たもん。ネックスですかって聞く。テネスシューズはアシックスだった。靴持ってるの？サラね、持ってるのこれだよ。帽子、こういうやつ。あ、こんばんは。あと練習着、なんか襟がついてなくて、ここになんかヨネックスみたいな感じで書いてあるやつは持ってました。持ってます。あとプロシツ、なんかユニフォームみたいな感じのやつですね、多分ユニフォーム。ここに襟があるやつ。あとはハーフパンツ、膝上ぐらいのやつで、ここにちょっとだけワンポイントでヨネックスって入ってるやつ。あとはショートパンツ、女の子が履くショ、ん、短パンぐらいの長さのやつで、スコートはスカートみたいな感じのやつで、靴は普通の靴で、靴下そろある？いいか。前回も私参上ありがとう。だからみんなスコート履いてきていいよ。いい、やば、帽子がいいよね。そら帽子が一番かっこいいと思うんだ、特にこの青とか。初見ありがとう。帽子が一番かっこよくない？反転、そう、あるんだ。え、どういうこと？うん、それがいいんじゃないかな。みんな帽子かぶろう、帽子かぶろう。待って、サラのサイリウムカラーさ、青なんだよ。青と黄色と、待って、じゃあそれも宣伝しよう。しまった、そこわかんない。逮捕みんなスコーツで、待て。ハイルームカラーはこれに決定。そう、逮捕？どういうこと？さらに NX のロゴ見たことある？緑、青、白だよ、それでいいじゃん。もう決めちゃった。ジャケット持って行って、握手会場で没収されるファン、
あ、そうだね、ダメだよ、ラケット危ないよ。振り回したら痛かった。うん、ごめん、ちょっと、ちょっとさ、話題がなくてさ、ちょっとあれだからさ、今ちょっとみんなで。遅かった、ごめん。見えなかったサイリウム後ろに貼る？ダメだった。サラちゃんこんばんは。おひさおひさ、サラちゃんこんばんは。まだ言うた、ゴブタちゃんいないよね。いないよ、今日一人。中学2年生。新潟だからお米貼らないと。そうだよね、今度お米貼ろう。いや、テニストーク楽しい？楽しいか。テニスやってなく、やったことある人、テニス。ムーミーさんの手術、あ、そうだね。結構くれるよ。そうだよね。黄色、水色、黄緑がいい色。ほんと？よかった。オールジャパンのブラックピンク帽子。1万もする？すごっ。サラのなんか1000円か2000円ぐらいで、ちょっと変かな。おせがちょうど、はいはい。おい、結構いるね。マリオテニス？ちょっと全然違うよ。なんでも今日も仲間つい、そう言えないかな。お、結構いるじゃん。お邪魔します、どうぞ。遊びでしかやったことないから聞いてほしい。楽しい。聞いてて、ほんと？でもやったことある人はわかると思う。じゃあみんなでテニスをしようの、してみようよ。ありません。ないの？やったけどすんね。なんでよ。サラちゃんサイリウム決まったのっていうか、全然グッズとか出ないんですけど、一応決めていただきました。授業と遊び。授業でやったのいいな。サラもしとこ。好きな先輩は誰ですか？とカトミナさんがくれたんですよ、リュックを。待って、今持ってない。50カウント終了。よし、温泉卓球が、そうね、温泉の卓球ってすごい楽しくない？卓球意外とできるんさ。来週12日の握手、間違えた、新潟祭りの花火大会行きたい。あるんだっけ、わかんない。テニスやってた人は野球やったらミートが上手くなる。そうなんだ。何ミートってよくわかんないけど、やったことあるけど、遊びでね。テニスあるんだ。テニスコートの管理人はしたことあるけど。おお、じゃあルールぐらいわかるんじゃないの？ちょっとやったら肩が明るくなって、大丈夫？はじめまして、今度握手会行くよ、イエイ。授業ではボーリングやってたかな、高校生の時、かなり昔だ。そうなんだ、ボーリングが授業であったの、すごいね。温泉卓球は本気で勝ち、サラも勝ちに、もう何でもかんでも勝ちに行くから、サラ。ラジオで片皆さんが、そう、サラについて話す。あ、そうなの、やった。まず走れない、この暑さ無理。わかる。だからサラ全員選んだんだよ。無理なんだもん。あなたのハートにサービスエース、おさらこと、小宮山サラです。やろ。あなたのハート、間違えた。あなたのハートにサービスエース、おさらこと小宮山さらです。ちょっとなんか面白いね。テニスコートは見たこと、あるだろう、テニスコートは見たこと。何でも勝ちに行く姿勢は素敵。ほんと？もう何でも勝ちに行くで。話題になってからドライブ的、ドライブ B、ドライブ、ドライブやろうとして膝痛め、ドライブして、ドライブってあのテニスのシューンってやつでしょ。あれはね、すごいね、やってた。かわいいな、ほんと。カラちゃんは美人度で全然優勝。ほんと嬉しい、イエーイ。でも全然だったか、すみません。そう、
スマッシュは超楽しいよね、決めたらの話だけど。決めれなかったら超なんかムカつく。でな、空振ったらびっくりする。かわいい、やった。最近かわいくなったな。ほんと？メイクしてるからだ、きっと。ごべたに内緒ね。内緒。サルテニスは手首痛めることはあるあるの。そう、サルはすごいなんか持ち方がおかしくて、ドライブをめっちゃしてたの。そしたら手首痛くなって病院に行ったら炎症ですって5回ぐらい言われた。炎症だってよ。あれだよね、反省対象。ムカつくなって。え、そっか。バガイに出たテニスボールを持って帰った。でもサラもある。テニスボールってさ、余計にいっぱいあるからさ、持って帰っても分かりづらい。カトミナさんがお気に入りの方ですか。でもカトミナさんすごい優しくしてくれる。ん？ドライブがかけすぎたのか。そう、キャーンって言ったらなんかこう、ドライブでこうか、すごい手首使うよ。それをやりすぎたら手首がどっか行った。かわいい、イエーイ。そんなかわいいのに変顔もするっていうのはすごいね。ほんとするよ、普通に。ツインテールかわいい。ほんと？やった。じゃあサラがね、テニスでしたね。すごい話があるの。なんだっけ、なんだっけ。あ、そう、手首どこ？手首ここ、ここら辺を痛めた。リッタンさんとおかっぱさんと話したことありますよ。すごい優しい。まあ、うーの時だが、あれは激しくなっちゃう。ん？どういうこと？変顔かわいす。やって。試合中はポニーテールだって。そう、そうだったよ。でも、小3ぐらいの時、ここら辺だったから髪の毛が。うん、こんぐらいだった。サラちゃん、先輩にめっちゃ可愛がれる。あ、ほんと？嬉しい。そうかな。ありがとう。ふむふむ、なんだ、どういうこと。じゃあサラがね、話があるの。なんかサーブをしてて、ちょっと待って、サラの話を聞いて。あの、上サーブじゃないか、間違えた。上サーブをしててめっちゃグリップがスベスベだったんだ。スベスベだったんだよ。そしたらなんかこうやって上サーブってポンって投げてポンってやるじゃん。そうなんだけど、すごい、その時にグリップがスベスベすぎてぶっ飛んでったの、ラケットが。そうで、ラケットがなんかハート型になったの。バーンってやったから、こう、なんて言えばいいのかな、絵描こう。マジで適当だからごめんなさいって感じなんだけど、なんかこうなっちゃったの、ラケットが。そう、こうなって、そう、そう、折っちゃって、どうしようってなってママにすっごい怒られたっていう思い出だ。イエーイ、一つの思い出。ハート型、そう、あるよね。ラケットなんだ。そう、へこんだの、ひび入ってパーンってなった。すごいでしょ、思いっきり振ったらパーンってなっちゃった。で、叩き壊し、違う違う違う、地面に落ちちゃったんだよ。そう、可愛いラケットなの。ハート型のラケット、スペシャル、そう、スペシャルラケット。スペシャルラケット持ってるから。
イエーイ。サーブでラケット投げたことあるけどハートはない。マジ？投げたっていうか真下に落ちちゃって。ちなみに野球でバットを指さるだけで折れた。すごいこの人、大ちゃんすごい。魔法のステッキみたい。そうだよ、テーテーテーってなる。使えなくなった。使えないわそりゃ。プロの選手も自然にイラついて打つ。そうだね。でもさ、それはしたことない。さすがにお金がもったいなすぎて。今もあるの？今あるんじゃない？わかんない。あるかな。ないかも。変わったサイリウムみたい。ハートの。みんなサイリウムカラー覚えてね。8月の時に持ってきてくれると嬉しいな。あと帽子もね。みんな変わったさ、すぐ見つけられるじゃん。楽やん。テニスはすごいね。楽しいけど熱っ。テニスラケットは高いから折れたら大変。そう、そんなね、一試合一試合変えてられないのよ。グッドベリーベアブルアイソン。わからない。じゃあ次、和太鼓について話していくで。習い事二つ目、和太鼓。和太鼓は、あ、押したい。もう一回見て。3本持つのって大変？やば。ちょっと怖えな。実は、パクってないよ。イプニングぐらいは読めないと。なんでそれ。ハッツに似てて可愛い。世間アンジュルムの、わかんない。公演は手ぶらです。そうよね、ちょっと頑張りたい。だから、ね、でもそうだよ、握手会で本気出したらへしょ、そう、みんなの腕がボキってなっちゃうかもしれない。嘘だよ。3本限界。頑張ろう。そう、和太鼓やってた。和太鼓はね、なんて言えばいいんだろう。和太鼓はなんか、なんて言えばいいんだろうな。なんかそういう感じじゃなくて、ちょっと今 A か。和太鼓は年長の時からやってて、ちょっと絵うまいかもしれないわ。あ、草壁さんに聞く。わかった。待って、今ね和太鼓書いてるの。期待しててさら、あ、間違えた。太くしちゃう。あ、ハードル上げちゃった。いっか、上手だからいいや。こんな感じでちょっと適当に書いちゃう。こんな感じね。てん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 。待って、一番最初のだけ見て。上手でしょ。はい、2番目、3番目、4番目、上手。そう、それで空は、待って、ここが1番で、
一番太鼓っていうのがあって、ここが2、まあ、サラは電電太鼓じゃない、電電太鼓和太鼓だよ。そう、祭りとかによくやってたんだ。楽しい。で、いいねだって、イエーイ。こんな感じになってるやつで、そう、バチはないわ、バチないけど上手。サラは一番太鼓だったの。こんな感じのやつで、だからなんか太鼓のこうやって左手でボーンってやる力が強いと思う。サラは、サラ的に、自分的にね、ちょっとだけ思ってるっていう話。1がうまい、もう1以外適当に書いちゃった。そう、太鼓はすぐ豆ができて、いや一番太鼓が主役っていうか親って言うんだよね。山子うまいね。そう、一番太鼓がね、なんて言うんだろう、主役ではないけどクイズみたい。わかんねえよ。じゃあどうしよう。太鼓の話あんまないんだけど、サラは太鼓の音が好き。そう、多分ね、祭りとか行ったら聞けると思うんだよね。豆が痛い、そう、豆が痛いの。豆ができるの、すぐこことかこことかに。で、親、待って待って、そう、なんかね、すぐ剥けるので、これは親っていうか、でも一番こい、一番が一番でかいっていうか一番綺麗。そうで、親っていうか、そのなんか作る人、なんか一番最初に始めることが多いから。自分のバチとかあるの？あったけど今は持ってない。ほーはー、何それ、読めない。ツインは何の、なんかのご褒美。え、なんか前のショールームの時にツインテール見せてって書いてあったからやってみた。太鼓は金鋼筋、炭鋼筋だ。わかんない。俺もすぐ豆はできた、痛すぎてすぐやめた。ああ、ダメだよ、テーピングをしなさい。ないのかい。なるほどね、そうよ。太鼓といえば萌え置き、わかんない。こんばんは、炭鋼部、炭鋼部、わかんないよ。ハッピーね、ハッピー、ハッピーをき、ハッピーじゃない、サラ、なんかよくわかんないやつ、ハッピーを着てたの、ハッピーじゃないよ、なんかよくわかんないよ。サラもよくわかんないんだけど、出したらみんなもよくわかんない。まあまあまあ、気にするな。あとサラ得意なことがあるんだ。じゃあ今度それね、そのアイデアなかったわ。そうだよ、ちょっと頭回転させて、頑張って。テーピングっていうものがね、この世にはあるんだよ、頑張れー。そうだね、そうだ、だよね。猫の絵が描けるの。猫の絵描けるんだ。はい、そうだよ、わかった。テーピングをしなさい。今頑張って猫の絵描いてるから待って。めっちゃかわいいよ。名前は？
OK! 知ってるでしょ？完全に怒り語は隣じゃないよ、基本は。どういうこと？にゃあ、サラちゃんは笑顔はどこかで聞いたことあるよ、やめなさい。今日は何時まで配信するの？わかんない。にゃあ、かわいいでしょ。ジロサちゃんって言うんだ。化け猫ですか？違いますよ、ちゃんとしたかわいい猫です。行ってくる、行ってらっしゃい。爪が鋭い、そうだよ。猫ってこんなもんでしょ。まさかの正直、ん？長く花火？池猫？うん、ここだけ茶色なの。メスじゃない、オス。みんなどうしたのよ。プチ猫、違うよ、いるんだよ。ジロサちゃんだよ、めっちゃ可愛いでしょ。そう、実在するの、超可愛い。あった、こんなアバター。ほんと？顔に傷じゃない、これ。これ違う。これは、模様の境目。ジロサちゃん、そう、ジロサちゃんっていうの。ほら。スクショしてもいいのよ。どこにいるの、ジロサちゃん。今ここにはいない。この部屋にはいないよ。目の前まで模様、目の模様じゃないんだよ、こういう毛が生えてるの、茶色。そう、模様模様。でもあれなら持ってる。待ってね。行くよ。見て、見えた？大丈夫よ、でも3も絵下手だから。あとね、この子知ってる？わかる？さあ、この子は猿、アヒルじゃないよ、キイちゃんの仲間。そう、なんかね、まだこの子は生き残ってるの。頑張って捨てられないように。そう、あ、いいこと考えた。さて問題です。この子の、あ、やばい、この子の名前は何でしょう。すごい。じゃあ1日ってね、一気に3体捨てられたの。そうだからね、欲しいんだけどね、意外と高いのよこの子。しかもそこら辺で売ってないの。前まではそこら辺で売ってたんだけど、今はネットじゃないと買えなくて、それネット難しくて、だから買えないの。ポンちゃん、惜しいよ。ポンちゃん、悲劇の生き残り。いや、かっこいい名前や。ノーヒントですか？え、ポンちゃん惜しい。ポンちゃん惜しいぜ。こいつの前の絵に描いたやつ。そう、かわいい。違うよ。そうだよ、だからね、欲しいんだけどね、難しくてね。これベビーココってやつなんだけど。パンくん違いますよ、惜しい。ポンちゃん惜しい。一文字違い。そうだから難しくて。ポンくんちゃうわ。あー、違う、ペン違う、ペパビブペポじゃない。でも点々がつく。あ、言っちゃった。やだ、ダメだよ、名前があるの。あ、ゴンちゃん惜しいぞ。バンダーくん違う、ポコちゃん、うん、違う。
サラダ、あらあら、同じ名前やってちゃうわ。正解はどんちゃんでした。あ、正解、どんちゃん、正解、どんちゃんだわ、イエーイ、どんちゃん正解、イエーイ。そう、どんちゃん覚えてね。すごいね、悲しいんだよ、捨てられそうなんだ、どんちゃん。そう、カタカナだよ。当たった、遠蔵さんすごいです。なのでこのユネックスの帽子を買ってください。嘘です。どんちゃんさは、どんちゃんさ、そういうわけでもないんだけど、なんかどんちゃんってつけたんだよね。いい感じや。マジか、嘘よ嘘、いいよ別に。そう、なんかね、すごいよ、イエーイ、ママに見つかるように。そうだよね、お、やった、出た。そうなんだよ、どんちゃんかわいい。どんちゃんは動かない、でも動かす、自力で。ちょっとそろそろおやめになりたいと思います。はい、待って、じゃあ待って、あ、やった、それも可愛いって。こちらのハートは、どうしようかな、さっき、なんでそれだの、汚いから。はい、皆さん、小宮山講座の始まりですよ。はい、じゃあこちらのハートを、今はこのままだと思いますが、今もうね、こうやってピンクに、あ、ピンクが見えない、あ、小宮山講座の始まりですからね、皆さんまだ見逃さないでくださいよ。こうやってこれをこうやって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 ね、これにしてください。これの仕方はなんと、この白いハートをポチッと押すだけで、このここが赤い方はもう押さなくて結構です。もちろんピンクだよ、ありがとうございます、ピンクの方はとてもいい人です。こちらのハートをピンクにしてくれますと、あ、やった、ピンクでしていただけると嬉しいと思いますよ。ただいま、お帰り、ほらみんな、小宮山講座ですよ、白くなっちゃってください、ダメですよ遠藤さん。そしたらもう一度押してください。待って、小宮山講座、そう、あ、ピンクになってますか、嬉しいです。ここでもピンク白、小宮山講座です。こちらのハートを一つポチッと押していただけるためで、こっちのピンクになります。もう一回、あ、ダメですよ、ダメ、何回も押します、ダメですよ、押すのは白い時に一回だけです。わかりましたか、白い時に一回だけ押すだけでいいんです。なんと連打ダメですよ、連打しちゃダメなんです、白い時に一回だけポチッと押すだけです。白い、ん、ピンクの方は、いや、二回押しじゃないですよ、一回押しなんです。そう、二回も押さなくていいんです、一回でいいんです。危ない、ピンクになったの、あー、危ないです。1回か3回、そう、奇数押してください、奇数、100回ぐらい押してダメ、101回押してください。はい、やった、連打禁止、連打禁止、ちゃんと奇数押してください、白い時に奇数、
赤い時にグースを置いてくださいね。わかりました？赤い時にグース。そうだ。白い時にはみんな覚えて。はい、みんなで言いましょう。素数ってなんだっけ？わかんない。はい、皆さんいいですか？白い時には奇数、ピンクい時には偶数押してください。わかりました？そう。あ、やった。割り切れない数。え？ダメだよ。偶数押してよ、炎蔵さん。ピンクでしょ？いや、意地悪。そうめんのこと。え、どういうこと？はじめまして、初見です。はい、ひなさんも白い人はピンクに押してください。あ、やった。もう白には絶対しません。絶対しないでください。皆さん、白をピンクに変えていただけると嬉しいです。ピンクの方はピンクだけでお願いいたします。ハートが割れて止まられません。ダメです。ピンクにしてください。もう触らない。そう、ピンクは、はいはい、ピンクはもう押さ、ピンクの方は押さないでください。もうで、白い方は押してください。よーし、あとは帽子をかぶってくるだけですね。ハートも回すよ。ダメですよ。ハートは真っピンクでいてください。届く届く届く、やった。はい、皆さん、はい、ヨネックス会社の方にも協力してください。え、ピンクじゃ足りないぐらい。白にしないで。そう、ピンクに。オッケー。ハートレンダーダメ。うん、7色難しいわい。青にするにはどうしたらいいですか？その画面だけ青に塗りつぶしてください。オッケー。じゃあこれぐらいで。バイバイ。